はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルウープネッシュのピオトです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回もう見てわかる通りのね、横綱ゲージがもう激横状態でプンプンしておりますが、こちらの武器前回と変わらずボールドマーカー、カーボンローラー、ラピッドブラスターのハイドラントでやっていきたいと思います。さあどうなるかですよ。頑張ります。行きましょう。いやー横綱がもうガチ横ですよ。プンプンしてます。一つクリアした瞬間に、一つというかもう第3ウェーブをクリアした瞬間に、ああ悪魔味方やってくれたな、おらーっていう感じで、来るような感じだと思いますさあということで、軽くなのですが、前回の動画の方に出てきていた、VTuber の方、薬味スパイスさんですかね、ですが、ちゃんと VTuber として存在しておりました。探したところね。そして動画の使用許可もいただきましたので、そのまま、大笑いしながらね、動画の使用許可をいただきましたので、そのままあげたいと思います大笑いしながらね、あんなプレイでもよければみたいな感じで、笑って許可をくださったのでありがたいですね。まあ、あまり僕は許可を取りに行かない感じっていうか、まあスプラトゥーンとしてやっている以上、許可とか言っても本人特定できないものがいっぱいありますしね。任天堂としては OK って言ってますけど、こうスマブラとかも OKOK じゃないみたいなのが、こうスマブラのいいやつ、スマブラのメイト、スマメイトとかだとあるんですよね。撮影できるできないみたいな、許可する許可しないみたいな。スプラトゥーンもね、ワンチャンあんな沼試合やめてください、動画か晒しですかみたいな感じになることは、うわっピンボールかな。あーこれはまずい、これはまずい、潰せー、だめねー、これはまずいよ。たまたまだったけどすごい怖い。おっと鉄板、奇跡のかわしを見せましたね。ポン、はい、オッケー。どう間に合う、数自体は足りますが、ナイスー、オッケー。ここ真上にシュート、使ってきたかな。ポン、ギリギリ1個間に合わないか、間に合わない、ナイスです。いやーよかった、間に合って。さあボールドマーカー、ボールドマーカーはいいですよ、使いやすいです、この武器の中で断然。まあ普段の僕のリンモデラーとかなり似てるっていうのはありますけどね。リンモデラーって言ってボム構えるときに炭酸ボムの癖でピョンピョンしてしまいましたね。おーナイス、よいしょ。怖ー、ヘビ、おーヘビがトグロを巻いてますね。ほいほい、さあ鍋蓋の音ですね、鍋蓋の音。わあこれ、ポッカン、ドド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 。鉄板ですか、逃げましょう。よいしょ、うまい、おーい、返せ返せ返せ、はい、お入った、ここから狙えるのか、そーい、あ、いけますね。納品数が、おー、自陣周りがもう無理に塗られてますね。 OK、 納品はこれで足りますね。よかったよかった、これで一つ不安がなくなりますね。あとは全滅だけです、心配すべき点は。いやー助かりますね、ここら辺が濡れてるのは。よいしょ、おむころおむころ、返せ、 OK、 ダメージブーストで移動します。 OK、 ガーッ、切れられない、あそこでミスしたのが痛い。さあナイス塗りです、オッケー。さあラピッドブラスター、
さんはラピーブラです。第3ウェーブをラピッドブラスターで頑張る感じですが、どうでしょう。どこだ、裏か。ああもう裏ががっつり、そーいそーいそーい、オッケー。下まで塗っておくとかなりそこら辺がやりやすくなります。おいおいおい、ほい、オッケー。こう塗っておくといざという時のものとしてかなりやりやすいですね。とりあえずもう向こうがいっぱいいっぱいになる前にどん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 とイクラを投げ入れていきましょう。はい、おっと入ってない。ほい、ゴムトローボンバッ、危ねえ。ここよいしょ、こうだ、けい。おお、マジマジでグラついてくるの好きだね、あんたも。もうかわしますよ、あなたに関しては。いやー、ここ塗り替えされるの痛いな。まあいいや、もうこの場合は。おーっと、パワー。さあ、納品数的な問題では余裕でしょうね。オッケー、ほっ、ごめんね、じらしちゃって。さあ、ナイスです。ほい、ガーッ、プレッ、フッ、ケイ。よっしゃ、ナイス。やべえ、トリプルトルネードが使ってない。おー、緊急事態発生。そっか、横綱確定演出だった。さあ、この場所で横綱って結構ステージがぎゅうぎゅう詰めになりますし、僕ここハイドラ、ハイドラなので横綱を狙い撃て。トリプルトルネード、どうしましょう。ここに置くのはそうですが、お前2つでもやれないの。え、なんかすごいのが車線で飛んでった。待って、イクラキャノンってここでも発動すんの。うわー、プレー、やめてくれ。ハイドラが快適に過ごせる環境作りを目指してください。はい、ハイドラチャージ、ゴー、チャージンクー。どう、おっとっと、ここ、おっと、そこ外してしまう。ハイドラチャージンクー、鉄球、うわ、ナイス。よっしゃ、やった、イエーイ、ナイス。いやー、ハイドラがいると横綱討伐はやりやすい気がしますね。てかもう役割が明確に横綱を倒すっていう、横綱を本体攻撃し続けるっていう役割があるので、ちょっとやりやすい気はしますね。他だったらどうすればいいんだっていうことを考えないといけないですけど、もう溜めて溜めて溜めてっていう。いやー、でも鉄球の発射台が普通にイクラキャノンになってしまうっていうのは初めて知りましたね。402、すごい。いやー、ナイスでした。前回が、あれ、これはまた1個納品足りてないのはまた別なので、今回まだ1回目か。ほえー、1回目か。まあそっか、第3ウェーブまで行ったし、さらに横綱までやってますもんね。ラピブラー、トーと塩は普通です。さあ、よいしょ、壁塗りがうまいしであったが、ここが、はい、カーモンベイベー。
ほい。おお。ほい。他は、あ、ダイバー？ここやる必要あるかな？カモン。あー、はい、行きます。オッケー。ナイス。ラピブラ、ラピブラ、ラピブラ、ラピブラ。オッケー。ふう。危ねえ、怖い。マジか。これは私がやるのが一番いいのか。パワーどう？いる？いるわ。こい！おっしゃい！トリプルトルネード！ガー！くそ！ここで鍋豚に片パ1なのでノーヒンス！うわー！鉄球ナイス！ここはだが、脳神数自体は足りたー。あとは逃げろ、あとは逃げろ、片っ端から逃げろ。くそー。いやでもあそこで片パ落とせたのは良かったな。ナイスー、ナイスでーす。ということでウェーブ1でやられる全滅というウェーブだけは、最悪だけはね、回避できましたね。良かったー。ハイドラ様、このカメロとか純ピニオンでおいいですよね。さあ、ということで来ましたね。あ、ブレ塗ろうと思ったら全てがダイバーに吸われた。ごめん、ごめんなさい、マジですまねん。いやー、マジですまねん。やべ、ブレッドカン。うわー、これアメフラシ？お前かー。このこれを見る限りだけでもハイドラがすげえ苦手なんだなってことがよくわかりますよね。ナイス。うわあ、二人いる。おお、ナイスホップスマン。しか言ってない。さあカーボローラー、通常、いや夜ですね。こいつだ、夜ってことは何が出てくる？グリル、グリルですか。ハイドラが発射レート、発射の持続が長いので助かるのと、小ジャケをどれだけ僕が処理するか。小ジャケ専門処理業者みたいな感じですね、私。よいしょ、任せろ、小ジャケなら私の出番だ。わーい、そいそい、小ジャケなら我が出番。グリル、すまねえ、マジですまねえって感じがしてならない。自分に線がついてるのを忘れる時があるんですよね、こういうこと。足りそうな気配がありますね。
ただトリプルトルネードか。ほい、おっ、おっ、オッケー、やれてるはず。おお、ぶね、バーク。そんなギリギリで入ることある？オッケー、やばい、納品が足りない。あと一人をそこで表示すんのはずるい。さあ、やられてしまった残り1個。小酒かな、それともグリル本体かな、どっちでしょう。まあ、とにかく分かることは先般は僕っていうことですね。もうはっきりと分かってますね、先般が僕ってこと。悲しいかな、それが現実。さあ、次のバイト、何人の人が継続してくれるだろうか。あー、前回も継続してやってくださった方だけですね、バルカさん。悲しいけど、そりゃあそうだよな、こんな。まあまあ、エーレン出してる方もいますかね。白ウサギさん、あ、いなくなった。悲しみの、さあ始まりますね。頑張りましょう。いやー、完全に足を引っ張りまくってますね、僕が。さあ、スレイヤーっていうネームたまに見ますけど、初期ネームかって思っちゃうくらいですよ。ナイスでーす。さあ、塩は普通。ラピブラはあまり濡れないのがちょっと残念な点ですね。さあ、カモンベイベー、カタパがいます。落としましょう。せめて片方、ナイス。怖っ。ハイドラさん、ナイス。ザコシャリ、ザコシャキ処理は私にお任せ。そう、あ、そこモグラはいらないです。さあ、鉄球。うおー、2人いる。ケイ、おお、怖っ。もう一回、怖っ。おっと、ヘビ、怖っ。また何体出るんだよ。んこれ、おー、プレー、キリッキリかわした。よし、とりあえず鉄球だけ倒した。一番の害悪を倒した。これはもう、いやー、どうでしょう。ナイスです。うわー、ナイス。うわー、これはもうやばいですね。ヘルプ、ありがとうございます。さあ、ということで、カーボンローラー、ほい、塗って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 。さあ、どっから来る。こちらか。あ、満潮だから、もうハイドラさんがいてくれる安心感。ハイドラさんが今逆向いてたので、ついカモン連打しちゃいましたけど、あまり推奨された行為じゃないのでね、ご注意を。さあ、カーボンローラーの僕はもう、おお、ま、おーっと、食べてくれない。そう、変色仮面。そう、急い、急い、急い、ほい、ほい、ナイス。
今の入らないですね。おーい、ナイス。おお、きれい。おお、横にもモグラがいた。苦手でも処理しに行く価値はある。やっ、オッケー。よし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 、ヘルプで自分が死んだことを相手に伝えつつので、ほっ、ナイス。あそこのタワー処理は 46? すごい納品してる。ハイドラさんがすごいキルしまくるからっていうのと、納品得意なボールドマーカーと、あとはカーボンローラーがいるから、すごいですね。どれだけ、やっぱりこれはもうハイドラ依存ですね。はい、私に任せろー。 OK、 トウトウゼーラ、任せろー。ほいほいほい、よー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 。で、発射前に潰せた。これはでかい。ほい、げ、雨フラッシュ、雨フラッシュが敵を与える。お前ー、オッケー、よくできた。送るのは私に任せんしゃい。もう一部の隙もないくらいまで送り続けてやらーね。ナイス、おえー、取れてない。よいしょ、あとは納品するだけじゃい。持ってかないで。ほい、いやー、怖っ。カニタンクを持ってるのでそれを使うのはありです。めっ、よいしょ、カニタンク、雑魚処理ですが、無理としての貢献度はありますよ。ナイス。タイミングバッチリ、すごいいいタイミング。さあ、ということで3ウェーブ目クリアです。やったぜ。113個、特にまあ真ん中の第2ウェーブの納品数が凄まじいですね。さあ、評価アップ、357。おお、ポイントがもう1回でもらえる量がすごいですね。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。いやー、伝説アルバイターのやっと100を超えるところ、つまりはカンスト勢とかに向けての、まあ、挑戦する資格をね、得たっていう感じですね。やっと、それまではね、まあ伝説で落ちなければっていう感じだったのが、ちょっとは慣れてきたんじゃないかなというね、パート20をちょっと超えたぐらいで、やっとそういう発言をするレベルですよ。ということでね、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。